新潟市北区にあります地域子育て支援センターお日様広場にお邪魔しています。こちらですが、木のぬくもりあふれる温かみのある建物です。ここからは保育士の柿澤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。柿澤さん、地域子育て支援センター、こちらのお日様広場についてご紹介いただけますか。はい、はい、お日様広場は小さいお子さんと保護者の方が気軽に交流でき、ゆったりとくつろいで過ごしていただける場を提供しています。保育士が専任スタッフとして常駐していますので、子育てに関する不安や悩みなどの相談を受けることもあります。お日様広場は地域の子育て家庭の初めの一歩を応援する場所だと思っています。誰でも利用することができるんでしょうか。はい、小学校入学前のお子さんをお持ちの家庭であれば、親子だけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんとお孫さんなど自由にご利用いただけます。それは嬉しいですね。お日様広場ではさまざまなイベントや育児講座も実施されているんですよね。はい、育児講座を通して保護者の方が子育ての知識を得ることで、自分の子育てについてこれでよかったんだと安心したり、そんなやり方もあったんだとヒントを得たりして、子育てに自信を持っていただけたら嬉しいです。初めてお日様広場に来た保護者は、どなたも緊張している様子ですが、繰り返して利用していく中で、お子さんも保護者も笑顔で過ごせるようになっています。また身近に頼れる親戚がいない中、初めての子育てをする保護者がお日様広場で他の親子と交流し、支えながら子育てをする様子も見られます。こういったお日様広場のような木の温かみを感じるこの空間、はい、またホッとできますね。はい、ありがとうございます。そして保育士の柿澤さんのような明るい保育士さんもいらっしゃってそういったところでも、はい、こう親子で相談できるいい場所になっているんじゃないでしょうかね。はい、そうだったら嬉しいなと思います。渡辺さん、お日様広場のような地域子育て支援センターが新潟市内には他にたくさんあると伺いました。どれぐらいあるんでしょうか。はい、新潟市内には45箇所の地域子育て支援センターがあります。はい、地域の身近な場所で気軽に立ち寄ることのできる施設として、うん、主に保育園や認定こども園に併設して運営しています。電話相談も受け付けているので、スタッフと何気ない会話をするだけで不安が和らいだという声も聞かれます。また新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン相談や育児講座の動画配信など新たな取り組みを行っている施設もあります。子育て家庭の皆様には、ご自身に合った施設をご自身が安心できる方法でご利用していただきたいと思います。利用したい方はまずどうしたらいいんでしょうか。利用する施設によって時間ごとに対象年齢の設定がある場合や、利用の予約が必要な施設もあります。まずは新潟市ホームページで地域子育て支援センターと検索していただき、施設一覧をご確認の上、各施設にお問い合わせください。まだまだ寒い日が続いていますが、お日様広場にはお日様のようなポカポカと暖かい空間が広がっていました。